皆さんこんばんは。深堀 TV 司会の上横溝です。2024年一発目の深堀 TV 配信となります。今年はですね、ど頭から、地震がありまして、本当に今年どんな1年になるんだろうというふうに皆さんも心配しているのかもしれません。改めまして、能登半島の地震で犠牲になられた方に、追悼の念を表します。そして、今もですね、被災地にいらっしゃる方、今後大過なく過ごせていただけるよう重ねてお祈り申し上げます。さあ、番組の方はですね、今年もあらゆるトピックスを深掘りしていきます。番組最後までご覧いただくには会員登録が必要になりますので、どうぞ今日は台湾というテーマでね、深掘りしていきますので、最後まで会員登録してお付き合いいただけたら幸いです。さあ、それでは早速出演陣の皆さん紹介していきます。まずはラッパーのダース・レーダーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。今年一発目、はい、この間ラジオででも一緒だったんです僕。そうですね、はい、金曜日にね、お世話になりました、はい、ありがとうございました。楽しい会でした。いや、もう非常に楽しくて、デイブ・フロムさんもね、はい、病気されて、うん、僕と病人会話、花を咲かせる、まさにいるコミュニケーション、いるコミュニケーションで盛り上がったっていう感じでございます。やっぱり病気すると仲が良くなります。なんか通じるものがあるんでしょうね。グルーヴが一緒になります。グルーヴが一緒だっていうね。健康な僕だけちょっとなんか外されてる感じが。早く病気になれよ。呼ばれてんのかなと思っちゃいます。何元気なふりしてんだよ。今日は台湾なんですけど、ダースさんちょうど台湾の総統選挙のばかりで、僕はプチカシマさんと、はい、台湾の取材に行って、まあ、僕とカシマさんのトークイベントが28日に阿佐ヶ谷であるので、うん、ロフトの方であるので、はい、まあ、ちょっとそこでいろいろ細かい話はしようと思うんですけど、実はその際に家永さんのですね、うんうん、本を持ってって、はい、背景を読みながら、うん、こう選挙を体験するっていうね、すごく良かったですね。いや、そうなんですよね。でもまあご飯が美味しいっていう、何よりも一番、もう何一番うまかったですか。薄い味のスープでチーロンっていうところに行った時に、はい、豚足がすごいね、薄いだしスープみたいなので豚足を食べるところに入ったんですよ、うん。これがやっぱり日本の豚足料理では全く食べたことない。へえ。優しいけど濃い。濃いみたいな。あれはね、あと台北駅の近くにある胡椒餅っていうね、うん、結構行列のできる、うん、まあ、日本でも結構紹介されているところなんですけど、あれもね、美味しかったですね。もう目の前でわーってこう大量のこんなあんをこうつまんで、ネギにボーンってまぶして、こうやって包んで釜にこうやって貼り付けて焼いていくんですよ。食事制限大丈夫だったんですか。僕らからね、豪華、選挙取材で基本夜10時ぐらいまでが選挙なんですよ、うんうん、昼にゴッて食って、もうあとは歩いて選挙だって見るっていう、結構そういうバランスになってましたね。なるほどなるほど。というだから一発一個美味しいものを食べるみたいな。なるほどね、うん、その後はもう消化していくと、ひたすら歩くみたいな。いや、そういう感じだったまあ今日は選挙の話も当然触れますので、はい、ぜひとも現地のレポートをもう兼ねてお話を聞かせていただければと思います、はい。さあ、もう一方、レギュラー出演時は社会学者の宮田真一さんです。今度はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。台湾はね、はい、80年代後半バックパッカー時代からもう何度も行ってます、うんうん。で、まあ、本当にご飯美味しいですね。やっぱりそうですか。で、なぜかっていうと当時は本当に屋台が多くて、目抜き通りとかってね、4車線だと両側2車線は完全に屋台になって、で、なんか僕本当驚いて、いろんな人に聞いてみると、まずそう90年代でですね、日本よりもずっと英語できる人が多かったです。で、しかも今年よりはもちろん日本語できる人が多かったです。当時はね、で、まあ、いろんなこと聞けるんですけど、いや、面白いんだよ、日本人だっていうとね、集まってくるんです、ざわ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 って人が、っていうの面白かった。で、結局屋台は当時も実は非合法だったらしいんですけど、全然問題なく、まあ、朝、まあ、もともと家の中であまり食べないんですよ。すごく家族でも例えば4人とか5人とかで屋台で食べるんですよ。で、しかもこれタイとかマレーシアとかもそうだけど、日本みたいにニラレバ定食みたいなものはなくて、だいたい3つぐらいおかずを取って、でスープを取って、ご飯を取ってっていうね、まあ、要するにお味噌汁のお椀みたいな大きさの器にこうやって食べるので、それもすごく素晴らしかったし、あといろいろ当時僕知らないような果物もいっぱいあって、まあ、トロピカルフルーツですね、そう、当時初めて知ったのスターフルーツっていうのをそこで初めて知ったし、あと故宮博物館の前でその兵隊さんはこう、まあ、とかバッキンガム宮殿みたいなもんですけど、時々時間が来ると交代するんですけど、うん、そのなんて言うんだろう、動きがすごい
ものすごかったですね。難しくて、うん、感動したり、あの料理でね、今日僕味に含まれてると思うんですけど、台湾って大体店先で作ってるんですよね。そう、であれが絶対美味しいんですよ。もうあそこで目の前で作ってるって湯気が出て、匂いが出て、であの食材切ったりとか並んでるのを全部見せてるっていうのは、あれが味の一部だと思うんですよね。確かに、あの体験としての味みたいな、あれはねやっぱりそそられますよ。なんかコメントでもお腹減ってきたっていう。あのね、皆さんアジアっていうとタイ料理とかって思うでしょ。台湾なんだよ。あの白がゆに、あの濃いめのね、あのフライしたお肉とか お魚が、濃いめの味がね、タレで味がつけてあって、でパクチーが乗ってて、もう最高ですよね。ところが日本の台湾料理屋で食べるとなんか違うんですよ。なんか違うんですよ。これはね、本当なんか違う。八角とかね、さじ加減の、多分そうなの、だからルーローハンとかも全然違うんですよね。そう、間違ってるです。ね、日本で食べてルーローハン美味しいとか思ってるんだったら台湾に行けというわけでございますけど、はい、うん、まあまあお食事の話で時間が過ぎてしまいましたので、ね、すいません、改めて今夜のゲストをご紹介させていただきます、うん、東京女子大学教授の家永正樹先生です。どうもこんばんは、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ダンスさんのなんか高校時代、まあ、同じ高校の後輩ってことになるんですね。そうですね、さっきあの話したら4つ違いなので、はい、同じ校舎に同じ時期、僕が高3の時に中2とかですね、中1高2みたいな。そうそうですね、はい、でもあの中高は一緒なので、うん、あの同じところにいましたね。どこかですれ違ってどこかですれ違って間違いなく多分。ただね、僕結構サボってたから一限で大変してもらって、その上高地っていうゲームセンターがあるんですけど、はい、そこに大体行っちゃうんですよ。なるほど。でも上高地は家永さんもね知ってたんであそこで僕はあの麻雀ゲームのね、あのテトリスとかをやってましたから。なあ。でも先生はどんな高校時代？あの吹奏楽部でトロンボーン吹いてましたけど、それ以外の特に面白みのない高校生。いや、そういえばドラムもやられてるって聞きましたけど。少し叩いてましたけど。すごい。ねえ、意外と。あの吹奏楽部は顧問誰だったんですか？一応名義上カジトリ先生の後の校長すみません、この話はあのカジトリ先生っていうのは宮台さんにたまに話したかもしれないですけど、中学の音楽の授業で、うん、武蔵のね、うん、あのプレゼンして自分の好きな音楽を他の生徒にプレゼンするっていうのをカジトリさんやってたんですよ、うん、ですね、で中3の時に僕がキングクリムゾン持ってって、うん、エピタフを買ってたんですよ、そしたらね全員寝たんですよ、うん、全員寝て、まあ、そのカジトリ先生も寝てて、それであの僕がこうやって曲が終わっていい曲だなーなんて言ったら、みんな寝てるから立ってこう先生のとこ行って、先生っつって、終わりました曲がってやったらパッと来て、あ、こういう音楽もあるということだったさもありなんだ感じでどんなまとめではみたいな、ね、なるほど、ね、でもそういうでもね立派なひげがあって後に校長になるんですけどね、いい先生でしたよまだご存命でいらっしゃるんですか？だから今ね別の、 あの、別の学校の校長になったんですよね。どこは実践か大妻か、大妻女子に移ったのか、なるほどね、まあ、全くプロフィールとは関係ない話でしたけど、まあ、家永先生はあの現代台湾政治がご専門ということでございまして、新刊の方がですね私の手元にありますが、台湾のアイデンティティということで、今日はこれをテキストに、皆さんどうなんでしょうかね、僕は少なくとも高校の時間にあんまり台湾の歴史について詳しく習ったという記憶がないもんですから、皆さんも、まあ、台湾についてその歴史も含めてあんまり詳しくないという方も多いんだと思います。なので、読語感想を言うの忘れてたんだけど、はい、めちゃくちゃ面白かったです。そうなんです、めっちゃ面白いです。これであのほら僕たちはさ、ガザの問題とかロシア・ウクライナの問題で、あの要するに国民国家になったことで、例えばユダヤ人が差別されるようになったっていう無謀ことなき事実を話しましたよね。オスマントルコその他帝国ではユダヤ人差別は存在しなかった。なぜかというと国民は皆仲間だっていう発想がオスマントルコにはないから、帝国っていうのは基本ヤクザと同じで、諸場代払えば何を喋っても、つまり言葉は何でもいいし、宗教も何でもいいし、まあ、あのどんな儀式をしてもどんなお祭りをしてもいいんですよ。まあ、諸場代っていうのはまあ税金ですけどね。でもローマ時代からそうなんです。帝国っていうのはそういうものも言うんですけど、国民国家になるとやばいよねっていう話がこの本にもやはり出てくるんですよね。だから国民国家って、あの国民の仲間、仲間の国民というのをネーションっていうんですけど、ね、あのネーション派国民党と、はい、それとは別にあのパトリオット、パトリオティズムっていう、まあ、これは、まあ、あの要するに自分を生んでくれた場所のことを地域愛ですかね、パトリっていうんですけど、
その基本同じものを食って同じものを見て同じような体験をしている人たち の, あの、まあ、仲間あるいは仲間がいる場に対する愛っていうのとが実はすごくあの、まあ、だからそれ、まあ、民進党プラスアルファとかで出てくるんだけども、うん、すごくその対立が鮮やかに記述されてて、まあ、国民国家っていうのは病気だなと、うん、どうしようもない宿和だなと思いましたね。今ねジョンさんが、うん、あの習った記憶がないっていう話をされたんですけど、うん、本を読むと実はこれ日本史の本だってことも分かるんですよ。そうなんですよ。で当然まあ日本が統治していた植民地時代っていう前提もあり、うん、でその後結局日本が敗戦後の国籍問題っていうのが出てきて、でそこに東京入管っていうのが絡んでくるっていう60年代のさまざまな事例が紹介されていて、でこの入管をめぐる話っていうのは実は昨今の入管法改正とかにも実は地続きでつながっていくっていうのがこの本だけでもねかなり解像度が上がると思うので、ね、日本史の本としてもぜひあの読んでほしいなっていうのはありましたね。そうだと思います。ぜひとも皆さんこちらの今日のテキストの方は、うん、あの後日で構いませんのでご購入いただきましてご一読いただきますと今日のお話さらに復習しやすくなると思います。この本はねだがしかしっていうあの正し書きがいっぱいあるんですよ。つまり図式を丸呑みするないろんなところに、要するにパラメーター次第で変わるよっていうことがあるんだっていうことが繰り返し書かれてますよね、うん、でなのでそれを、うん、あのなんか頭から読むと、まあ、一部の読者はなんかごちゃごちゃしてきちゃったなみたいになるかもしれないので今日はその辺を、はい、整理してお伝えできればなと思ってますが、うん、さあ話に入る前にアンケートいきましょう、うん、まずは年齢の属性聞かせてください、今日のユーザーの皆さん年齢はどうでしょうか。う、ね、まあ、台湾、まあ、観光地としてね、行ったという方も多いあるいは興味があるという方も多いと思うので若い人も見ていただけてるのかもしれませんが年齢の属性聞きましょう。日本人観光客やっぱりたくさんいますか。あの同じホテルとかも。なるほど、うんうん、まあね、あの沖縄からなんか行ったらむちゃめちゃ近いですし、うん、こっちから石垣島に行く暇があったらもう台湾に行けるから、ね、行けますからね。帰りは3時間ですからね、うん、行き4時間帰り3時間、うん、そうですよね。さあ見てみましょう。年齢の属性です。10代から70代以上までこちら選んでください。ああでも今日若い人が多いですね。若い人多いですね。はい、20代で 8.8% をご覧いただけております。10代20代で1割、ね、そうですね、うん、まあ、30代もいつもより多いような気がいたします、うんうん、さあそして、台湾に関する質問です。難しい質問を聞こうと思ったんですが先生の方からこんなシンプルな、質問を用意していただきました。出ますでしょうか。はい、台湾に行ったことありますかということで、うん、あるないということです。どうでしょうか。かなりあるんだ。ね、どうなんでしょうかね、まあ、ダーさんはね先ほど観光客もたくさんいらしてましたということなんですが、うん、修学旅行に行く自立の学校もあるし、ね、ありますもんね、うん、さあどうでしょうか。今日のユーザーの皆さん台湾に行ったことがあるかないか見てみましょう。こちらです。ないが 78.7% あららあらら、まあまあこれからぜひ行ってほしいですよねということですね、うんうん、という感じでございます。さてそれではですね、台湾についていろいろお話を聞いていこうと思うんですがまず資料に出ますでしょうか。行ったことがない方が 78% いますのでそもそも台湾ってどんな国というのを、まあ、国なのかっていうところも、ね、そうなんですよ、うん、そうなんですよ。国なのかというところも含めて、まあ、台湾と聞くとですねもう一個中華民国という名称も出てくるので、うん、これも含めてなんかごっちゃになってる方も多いんではないかなと思うんですけども、せっかくなんでちょっと先生の方からですねこの資料をベースにあるいははみ出していただいても構いませんが日本との関係性も含めてですね、はい、お話をちょっとしていただけたらなと思っております。ちょっとしたら数字がもしあの違うところがあればおっしゃってください、はい、あのアップデートされてない部分もあります、はいはい、そうですね、台湾って今我々が呼んでる、まあ、地域は、まあ、その彼ら自身が名乗ってる国の名前としては中華民国なんですよね。そうなんですよね。で、まあ、それが何なのかっていうと、まあ、戦前に中国大陸にあった中華民国っていう国が内戦に敗れてその台湾に移ってきて、はい、でそのまんま戦後の第二次世界大戦後の冷戦構造の中で台湾海峡をの、大陸側の中華人民共和国と台湾に逃げた中華民国の分断っていうのが固定されてしまって、うん、でそれが今だに引き継がれてる、うん、でただ、中華民国を名乗ってはいるんですが中華民国憲法っていうもともと中国大陸を統治するために作った憲法を台湾で改正してで今台湾を中心とする島々に住む人たちだけの選挙によって政治を行うという体制に移行しましたのでですから中華民国を名乗っているけれども台湾住民による民主的な政治が行われているというのが今の台湾なんですね。で現在の中国中華人民共和国の中国共産党政権というのは
台湾は自分たちの自国の一部であるというふうに主張してますの で、はい、でそれにアメリカにしても日本にしてもその主張に配慮してるっていうのが今の国際政治上の状況ですので、はい、ですから台湾が台湾という国としてあるいは中華民国という国として国際社会で活動するっていうことが、中国はもちろん認めないし日本やアメリカもその台湾をサポートしてないっていう、そういう状況にあるわけです、ね、下2つを見ていただくと分かると思うんですが一応正式な外交を有している国というのは13カ国あ、つい最近ナウルが、ね、ナウルが断交したのでここが12に減るんですよね。12に減ったのか本当にもう3日前ですかね。そうかそうかそういうことですね、うん、そして日本と台湾の関係としてはですから国交があるわけではなくて、はい、非政府間の実務関係として維持されているという認識でよろしかったでしょうか、はい、そうですね。これは1972年に日本が今の中華人民共和国との間に、その国交を持つといいますか、復活させる際に、この台湾との関係っていうのは、その非政府間 の、その正式ではない関係としてであれば民間の関係であれば維持するっていうことが黙認されるっていうようなことが何て言いますか認められたといいますか、話がついていて、でそれで日本が台湾とその旅行に行ったりだとかその経済的な関係強化したりってことに関しては中国政府は特に何も言わないっていう、そういう関係、今の話に、ね、面白い、ね、ポイントがありましたよね、はい、中華民国なのか台湾なのか結構重要な問題で、中華民国という場合には比較的ナショナリズムのニュアンスが強くなる、台湾という場合には共通体験、あるいはそれによって結びついた人々っていうニュアンスが強くなる、でそれはこの段階で押さえておいていただくと、はい、あとで国政選挙 その中国寄りかそうじゃないかという対立が単なる中国好きか嫌いか、つまりいわゆる人民共和国が好きか嫌いかという問題じゃないんだよということが分かるでしょうね、実際、選挙でねいろんなチラシとかグッズが配られてるんですけど、国民党の内輪みたいなのもらったらね、113年って書いてあるんですね、113年選挙って書いてあるんですよ、これはね辛亥革命が1910年で、そこから113年経った去年がねっていうなんかだからスタート地点が辛亥革命なんですよね、民国歴民国歴っていう114に今度なったわけですけども、だからそれが実はそういったタイムラインがあるっていうのが一つそれを信じられるかどうかっていうね、日本でも沖縄なのかジャパニーズなのか、つまり日本人なのか沖縄人なのかっていう対立がずっとあってどんどん深刻になってると思うけど、一時深刻になったんだけど通行権が拡大してものすごい微妙な状態になっているのですが、それに比べると台湾は比較的きれいに分かれてるかなと思いますね、ワールドカップとかのね、アジア予選でねチャイニーズタイペイっていう名前で出てるのが何なんだって子供の時は最初は分かんなかったんですよね、チャイニーズタイペイって何なんだろうって思ったんですけど、これは台湾とかっていう名前では国際試合に出れないけどチャイニーズタイペイって名義で参加が認められている、なんか準国家的な、だからメンツメンツメンツ、中華民国っていう名前であったり、はい、台湾っていう名前で国際社会にその台湾が国際チームを派遣するっていうのが中国は許せないの で、うんうんうん、でかといってその台湾の人たちがそのスポーツの国際試合に出れないっていう状況を、てか あまりにもそういう抑圧を強めるっていうのもおそらく国際協調上良くないということで、その妥協点として、その国家を名乗らないんであれば出ていいというような落としどころで今台湾は国際試合に参加できている、この辺がねなんかこう日本にいるとちょっとピンとこないことなのかもしれません。もう一回に出してもらっていいですか、はい、ちょっと地図で確認をしつつということになりますが、ですからこの台湾の、台湾ですね、一応その地図上台湾と書いてあるあれが台湾島ということになりまして、そのいくつかの周りの島も含めてこの中華民国が一応だから政府機能としては治めているという認識ですよね、真ん中 の、はい、お芋のような形の台湾島と、その西側に澎湖諸島っていうのがありまして、これが結構でかいですけど ね、はい、そこからずっと西に目をやって中国大陸の沿海の沿岸の金門島っていうのと馬祖列島っていうのがあるんですけど、ここが中国の福建省の対岸にあたる島なんですけども、ここも第二次世界大戦後 その内戦といいますか冷戦の中で中華民国側が守りきったので、今我々が台湾と呼んでいる領域の中にこの金門島と馬祖列島っていうのも含まれるわけですが、ただこの金門島と馬祖列島はそれ以外の澎湖諸島と台湾の本島とは全く異なる歴史的な経緯をたどってまして、日本の統治を受けてないんですよね、そうですね、っていうこともあるので、ですから
共通の歴史すら異なる人たちが今一つの政治共同体の中で、うん、あの同じ選挙を行って自分たちの代表を選んでるっていう、うん、そういう政治体制不思議なところもありますが、あとそのちなみにね、与那国島って見えますよね、はい、で、まあ、あの戦前、まあ、戦中にかけては与那国島の人は女学校に行く場合、あの沖縄本島って遠いので、まあ、台湾の女学校に行ってたんですね。で、あの実際晴れた日になると、あの空気が澄んでいると与那国島から台湾が見えます。で、なのでもともとそういう距離感であるような場所も日本にはあったですね、うん、まあ、あのあれがありましたよね、その台湾プロジェクトで、うん、台湾 の, あのから丸太船で日本を目指すってい う,、うん、そ う, そう、あれも台湾 の, あの一番高い山からちょうど、うん、見えるんだよ、ね、見える日本がちょっとだけ見えるっていうところを、うん、あの当時、うん、船に乗って目指して、ね、そのある種日本に移住していくルートだったんじゃないかっていう、うん、その距離感ですよね、うん、さあ、あとですちょっと人口のですね、まあ、今大体約2300万人の人口で、うん、まあ、それがですねこのまあ大きく分けて本省人、外省人、それからまあ原住民と、まあ、その他ということになるんだと思いますが、ちょっとこの本省人と外省人もしかしたら今日会話の中で出てくると思いますので、はい、先生の方から簡単に説明していただいてよろしいでしょうか。これがその時代的にどっちを先に説明するとか分かりやすいのかちょっと私も惑いがあるんですけれども、うん、はい、まず外省人っていうのは1945年に、まあ、日本があの戦争に負けて台湾の統治をやめて、はい、でその後、まあ、中華民国の統治に台湾は入るんですけれども、はい、その後その1949年前後に大陸で内戦に負けた中国国民党政権というのが台湾に移ってくるんですが、はい、その時にその大量に台湾に移ってきた、まあ、主に軍人であったりあるいはその政府の関係者だったり、うん、そういう人たちが外省人、その中華民国の台湾省の外からやってきた人たちっていうので外省人っていうのが、人口でいうとその大体1割ぐらいですかね、はい、1割から 15% ぐらい、はい、で、その前から、つまり、第二次大戦が終わる前から、台湾に定着していた人たちっていうのが本省人と呼ばれるんですけれども、でこの人たちはもともとは17世紀以降に中国大陸から移民してきた、まあ、いわゆる漢民族、うん、まあ、その広い意味では要は中国人ですかね、うん、その漢民族がなんですけれども、うん、その歴史的にその戦前の日本による統治を経験した人たちであるという、うん、まあ、そういうそれ以降に来た人とは全く歴史的な経験が違う、中国系の人たちっていうのがまあ本省人としています、うん、でところがその本省人がそもそも台湾に入ってくる前から台湾にはその先住民族がいて、で台湾の表現では原住民っていう方がまああの丁寧な言い方なので原住民っていうんですけれども、その原住民の人たちがまあ本来の台湾の主人だったわけですが、でその人たちはまああのその後の漢民族の大量の移民によってあの少数者にまあ転落したといいますか、その人口比でいうと少数派に、圧倒的な少数派になってしまっていて、でですからそういう原住民と呼ばれる人たちもいる、で伝統的な文化をまだ守って暮らしている人たちもいるっていう、うん、そういう状況ですね。あの宮台さんとよく取り上げるセデックバレっていう台湾映画があって、でこれがあの台湾蛮族の武者事件っていう、うん、日本統治領における原住民の反乱っていうのが、うん、山を中心、山に住んでいる霧の社で武者事件ですけど、うんうん、これを起こしたセデック族だったりっていうのが、うん、いわゆる台湾にもともと住んでいた、そうですね、原住民の人たち で、まあ、日本統治っていうのはそういった人たちも当然統治していくっていう、まあ、その台湾全土をあの総督府で統治していく中で、うん、そのある種日本語の名前を付けて花岡一郎二郎っていう名前を付けたりして、うん、本にも出てきましたね、うん、映画にも出てきますが、うんうんうん、っていうあのでこのセレックバレっていう映画自体はすごくあのおすすめ映画なので、あの見てほしいんですけど、これも台湾のある種の歴史を描いている、まあ、この本にも、ね、書いてありましたけれど、うん、あの台湾原住民の方々、日本では高砂族って呼ばれてたりとか、首狩り族って呼ばれてたりとか、セデック族、まあ、いろんな呼び方がある、その中にもまあいっぱいいっぱいあってっていう、あの原住民って一つじゃないんですけど、うん、でこの方々の多くがあの戦時中は非常にあの日本に協力的、あるいはあの協力的だ、まあ、日本人として非常に勇猛果敢な戦績を残したということが、まあ記録には残っているんですよね。つまり身体性が非常に高いだけじゃなくて、それを日本のために使っていたということが
まあ、皆さんちょっと分かりにくいかもしれませんが、後でそういう話も出てくると思います。はい、うん、ここで一回台湾の歴史を年表に簡単にまとめてみましたので、うん、まあ、今のお話年表を見ながら、見ていただくと分かりやすいのかなと思います。5番です。歴史の教科書で習ったような単語がたくさん出てくると思うんですが、この1662年の前で言うと先生、まあ、いわゆる原住民がもともと住んでいて、はい、でヨーロッパの大航海時代に、まあ、主にオランダが台湾にやってきて、まあ、オランダが、まあ、台湾を基本的にはこう占拠していたという時代が長かったんですかね。まあ、17世紀の 前半から、まあ、ね、中頃にかけてが、はい、まあ、オランダの統治時代 で、うん、でその後、帝政公の、一族による統治ということですよね。うん、まあ、帝政公一族というのは結局明がですね、秦に滅ぼされて、はい、で、まあ、中国大陸からもう一回秦を奪い返そうという、うん、明朝の流れを組む帝政公が一旦台湾にやってきて、もう一回この台湾を拠点に中国大陸を明に塗り替えるんだと言って、まあ、拠点として使ったってことですよね。オランダを追い出して。そうですね、はい。まあ、そういう意味では後々その中国大陸を追われて、だけど中国大陸を取り戻すために、あの国民党が台湾を拠点にしますので、まあそういう大陸を追われた人たちが逃げ込む先っていうのは、そういう存在意義っていうのも台湾には歴史的にはあったということですよね。で、まあその帝政公がですね、台湾にいていつかは清を滅ぼすって言ってるわけですから、それは清からしてみたらそんなところに反乱軍がいては困るということで、で台湾に今度清朝がやってきて、まあ帝政公一族を、まあ帝政公も亡くなってたと思いますけども、滅ぼして、今度は台湾を清朝が、基本的には占拠するようになったと。でその後ですが、時代が遡りまして、そこからしばらく清がずっといるんですが、1895年に日清戦争で、これ下関条約ですか、そうですね、はい、そこで、まあ、清朝が負けたので、日本からどっか、日本にどっかくれって言われて、まあ、あんまり台湾に興味がなかったんですかね。それで台湾を日本にあげちゃうということですかね。まあ、漢民族じゃないから ね。そうですよね。うん、で、まあ、そこから日本の統治が始まりまして、第二次世界大戦が終わるまでは実は台湾の地は日本が占拠していたということですね。そうですね、その下関条約で、まあ日本に割譲されて、台湾とそのちょっと西にあった澎湖諸島っていうのが日本に、うん、まあ、日本の領土になるわけですけれども、ただ日本はそこに軍を送って、はい、要はその反対する人たちもいたわけですけれども、まあ、軍事的に、まあ、圧倒して、で日本の統治を固めるっていう、まあ、そういうことをやったわけです。この日本統治が決まった時に、一瞬台湾で独立政府、はい、台湾民主国ですか、はい、っていうのが立ち上がった旗をね、博物館に行ったら、ちょうどこの間、あの黄色い虎のね、イエロータイガーフラッグっていう、と思って、でもレプリカで、なんかそれは日本軍に献上されて結局行方不明になっちゃったやつのレプリカなんですけど、一瞬抵抗する政府が立ち上がったけど、日本軍にやられちゃってるんですよね。そうですね、まあ、その独立国のようなものを作ることで、その国際世論を喚起して、なんとかその日本統治を、まあ、避けようという、まあ、そういう試みもあったんですけれども、結果的にはうまくいかなかった、ね。もう一回5番出ますかね、まあ、そしてですね、第二次世界大戦が終わって、まあ、日本は戦争に負けましたので、日本の代わりに今度は中華民国による統治が開始されるということになっていくんですが、ここから先ちょっと複雑なので、ポイントポイントで先生の方からご説明していただくと、ここだからカイロ条約とサンフランシスコ講和条約の条文の違いっていうのが実はすごく大事になってくるっていう話なんですよね、はい、うん、台湾は一体誰に返されたのかっていうところも、その解釈が分かれるところで非常に難しいところなんですけれども、うん、はい、それから、まあ、あのこの年表を私からのリクエストで入れていただいた部分もあるんですが、この1919年の上海で中国国民党結党っていうのは、これは台湾の歴史とは関係がないんですが、はい、ただあのこの後あのダースさんが選挙 の、うん、話をされるということ で、今回その選挙で、まあ、あの敗れたといいますか、あの議会では勝ったあの国民党っていうのが、うん、そもそも中国大陸をルーツとする政党だっていうことを、うん、あのリスナーの方にあの示ししたくて、この1919年というのは入れてるんですけれども、うん、はい、でその後ですよね、で、そうですね、1945年に、中華民国による台湾の統治、これは、まあ、10月に始まるんですけれども、日本があの、中華民国に対して降伏して、で、その台湾でもその降伏式典というのをやって、10月から日本は8月に戦争は負けるわけですけれども、うん、10月から国民党の、中華民国の国民党政権による統治が始まって、うん、でところがその国民党によるその統治っていうのが
それまで日本統治を経験していた台湾の、まあ、いわゆる本省人の人たちにとっては非常にその悪い政治で、その経済も混乱して、で、日本統治の方がまだ良かったんではないかっていうような何て言いますか反応すら起こりまして、うん、で、1947年に、この闇タバコの取り締まりをきっかけとした、まあ、本省人と外省人の衝突ですね、日本統治を経験した人たちと後から統治者としてやってきた中華民国の関係者の間で 衝突が起こりまして、でこれ中華民国の国民党政権がかなり苛烈な弾圧を加えて、もう大量 その死者や行方不明者が出るという大変な弾圧が起こります。でこれは228事件というものなんですけれども、はい、でこの事件がきっかけとなって、その本省人と外省人の間には、まあ、非常にその深いその心の傷といいますか、その溝が生まれることになって、うん、それがその後の台湾の政治の変動に非常に何ていうか影を落とすことになっていくんですね。で、228は記念公園っていうのが、ね、台北にありますよね、うん、その日もあってこういうことがありましたっていう、うん、これはでも民進党側がかなりそれを石碑とかを作るとかっていうのをやっぱり強く主張するっていうのも、はい、今家永さんが言った事情が、国民党による弾圧があったっていう記録をちゃんと残そうっていう。そうですね、はい、大事なこと言い忘れたんですけど、その戦後の台湾は中国国民党が非常にその抑圧的な政治を行って、うん、自分たちは共産党と戦っていつか大陸を取り戻すためにその台湾を拠点にしてるだけだっていうのが、国民党の建前でしたので、蒋介石はそうか、そうですね、蒋介石を指導者とする国民党の建前でしたので、うん、はい、なのでその一党独裁がずっと続くんですよね、うん、なんて言いますか、その多くの方は中国大陸で一党独裁、共産党の一党独裁が進んだっていうふうにイメージを持ってると思うんですけど、同じ頃に台湾でもその一党独裁っていうのが行われていて、でしかもその戦後の冷戦構造の中で、その国民党政権っていうのはもともと中国大陸で日本と戦っていたはずの、まあ、政権といいますか勢力だったわけですけれども、ところが戦後は、その冷戦構造の中で台湾の蒋介石の国民党も日本もアメリカ側の陣営につきますので、うん、要は仲間になるんですよね、うん、でその中華民国と日本は日華平和条約っていうのを1952年この年表ですけれども、はい、この52年に結んで、要はその戦後の和解を日本はその台湾に逃げた中華民国とするという、うん、まあ、そういう形でなんていうか日本は戦後の、うん、日本国としての何て言いますか歩みを進めていくことになる、うん、これ非常に面白いのはね、まあ、ちょっとさっきイスラエルの話もしましたけど、一国の中で受動的な被害意識を持つ人たちがいる。で例えば、まあ、当たり前だけど中国国民党の、まあ、統治していた中国は戦勝国なんですよ。でもその後中国共産党との戦いに敗れて台湾に来ているわけですよね。だから国民の政府は戦勝国なのに、数年後には共産党に敗れた、まあ、逃げた政府ということになってるんだけど、でも台湾にもともと、もともとっていうかその、まあ、ちょっとその200年、まあ、前ぐらいからいた人たちから見るとよそ者なんだよね。本省人から見れば外省人はよそ者でとかっていうふうになっていて、本省人から見るとなんかよそからやってきたやつが偉そうに自分たちを支配しているっていう、そういう被害意識になるとかっていうのが、だからなかなか僕たち日本人には考えにくいことだけれど、でもイスラエルの人たちとやっぱよく似ていて、生き残りっていうことについてすごくセンシブルというか敏感なんですよね。生き残るための政治統治、あるいは民主制であれば生き残るための投票っていうふうに意識をするから、日本のボンクラ劣等国民みたいな、ね、既得権益を守るために投票しますみたいな、ぬるいものは比較的少なくなるっていうことが政治の風景を随分変えているってことなんですよね。それイスラエルもそうですね。なるほどね、うん、だからちょっとね、うん、このもう一回表出ますか、5番このね、うん、戦後の台湾史でちょっと分かりにくいのが、まあ、シンプルなのはね、その清が200年統治して、その後、まあ、日清戦争の後日本が、何年だ、20年ぐらいですか、あ、じゃあ何年だ、50年ぐらいか、50年ぐらい統治して、
で第二次世界大戦が終わった後、まあ、その第二次世界大戦の時は中国中華民国だったので中華民国がまあ台湾を統治するわけですけど、この中華民国と逆に言うと中国の人民共和国が今度中国の中で2つ内戦になっちゃうわけですよね。そうですね。で中華民国の中国国民党が台湾に敗れてやってきて、はい、この中国国民党の蒋介石はこの台湾をベースにもう一回中華人民共和国を倒して内陸も大陸ももう一回取り返すぞと思ってるわけですよね、はいはい、だから本来最初はこの中国国民党っていうのは共産党を倒すぞって言ってたわけですよね、はい、ところが今の台湾政治を見るとこの中国国民党っていうのはどっちかというと中国寄りっていうふうになってるんで、はいはい、これがなんか僕最初歴史の教科書と習ったのと今がこうギャップがあって、あれもともと中国国民党って中国共産党を倒すぞって言ってたのがいつの間にかに俺気づいたら中国共産党と仲良くする側がそれが面白いねっていうのが、これがこうちょっと皆さんこうポイントがね分かんなくなってるポイントなのかなと思うんですけど、分かりづらいなってですよね、うん、ここがね多分すげえみんな分かりにくいんだと。それはね先ほど申し上げたように、まあ、ナショナリズム、はい、という枠組みでは同じ穴の無地になると、どちらがまあこのもともとあった土地を治めるのかっていう話だよね、うん、でなのであのそういうナショナリズム、どちらが中国を支配するのかっていう問題設定っていうことは、つまりその問題設定に関心がない人たちも出てくるっていうことになるよね。何かっていうとあまりにも古いことで、まあ、その抗日戦争とか要するに国民党共産党と の内戦の記憶を持たない若い人は当たり前だけどナショナリズムのゲーム、どっちが支配すべきだみたいなことに関心を持たなくなっていくのは当然なんですね、というふうにして理解していただくといいのかな、若い人はね。あの家永さんが確か現代ビジネスかな、うん、別のところでその一つの中国に関する論考を確か寄稿されてたかなって、うん、最近、うん、あの読んだと思うんですけれども、まあ、要はその一つの中国論っていうの その中国っていう大陸を含めた中国っていうものをどっちが支配するのかっていう、うん、まあ、そもそもの国民党と共産党の一つの中国論っていうの、うん、さらに実は国民党と共産党は両方同じ皿に乗っかってるために、うん、距離が近くなるっていうのは同じ皿に乗ってるからですよね、うんうん、でそことは関係ないその台湾のアイデンティティ、台湾という場所っていうのが中国と一緒の地域であるっていう感覚を持ってるか持ってないかっていうところで、うん、まあ、そのお皿に乗ってる乗ってないっていう違いが出てきてるっていうのがやっぱりその後に出てくる国民党以外のその党外の人たちっていうのから民進党につながっていく、うん、で今民衆党って新しいちょうど国民党から100年後に台湾民衆党っていうの第三極的に出てきてるんですけども、それはもうその2つの論点ですらないっていうか、うん、っていう、まあ、それがこう今20代30代の5割ぐらいが支持してるっていう言われてるんですけど、民衆党は実際すごい集会に行ったら若い人しかいない、驚くほど若い人しかいない集会だったんですけども、なんか選挙フェスみたいな感じですよね、本当なんかね。そうですね、うん、だからその人たちの感覚っていうのも全くそのゲームとは違うっていう、うん、だから中国と仲良くするのか、うん、あるいは対立するのかっていうね、うん、仲良くしたい民進党と違う、対立したい民進党と仲良くしたい国民党っていう、その問題意識を、うん、認めない、うん、あるいはそのリアリティがわからない、うん、ということで、うん、だから国民党、民進党で、なんか民衆党ということで、まあ、どんどんパトリオティズムに近づいているよね、ナショナリズムから。だから、うん、多分後でそのひまわり運動の話とかも出てくると思うんですけど、うん、2014年にその立法院の選挙っていうのを民進党中心の学生たちが当時 その、まあ、政権に対しての反対の意味を込めてやるんですけど、あれが10年前で、今の20代ってその体験の記憶すらない。っていうところにかなり世代交代っていうの、世代交代の速さを感じるっていうか。そうね、でも僕ら世代とかダッサンの世代はひまわりはすごくよく覚えてるよね、うんうん、なんかちょっと前まで、まあ、ただ90年代とかね、独裁的な、うんうん、どっちが中国と台湾と独裁的だろうみたいに思うようなものが、うん、えって気がつくと日本よりもはるかに
まあ、参加民主的な参加民主主義的な若い人たちが増えているということで、ああ置いてかれたなっていうね、能天気なやつって必ず置いてかれるんだけど、あのその感じを抱いたのを覚えてます。2014年だね、ついこの間って感じがする、うん、ちょっともう一回5番を出していただいて、うん、先生の方にちょっとさっきの僕の、まあ、素朴な疑問といいますか、もともと国民党、中国国民党っていうのは共産党をやっつけて、台湾を拠点にして共産党をやっつけて中国本土をもう一回取り返すぞと言ってたのが中華民国の中国国民党だったのが、その流れそのまま来てるはずが、いつの間にか今の中国国民党というのは共産、中国共産党の代弁者ぐらい仲良くなっちゃってるという、このよじれがどうして生まれたのかというところをもう一回ちょっと熱量ベースに、そうですね、今、はい、あの多分話のレベルが急にあの上がりすぎてしまったので一旦ちょっと引き戻さなきゃいけないと思うんですけど、はい、お願いします。あの一旦その第二次大戦後ぐらいに、あなんていうか時間軸を戻していただくと、うん、台湾に逃げ込んだ中華民国の国民党政権っていうのも、1949年に北京に成立した共産党の主軸とする中華人民共和国っていう国も、どちらも自分たちが本当の中国だっていうことを国際社会に主張してるんですよね、はいはい、で相手を倒さなきゃいけないってことを言ってると、うんうん、でここが実はミソ で国民党はその後結局その、台湾しか統治できていないのに中国を名乗ってるので、もう実態と合っていないということでどんどん孤立していくんですよね、うんうん、で1971年には国連でついにその、中華人民共和国が正式な中国代表であるってことがもう総会で決議されて、はい、で台湾を統治している蒋介石のグループは代表権を失って今国連の議席を喪失するんですよね、うん、でそれまで中華民国っていう国が占めていたその安保理の常任理事国の地位も今の中華人民共和国がまあ継承するといいますか、うん、継承するって言い方してないんですけれども、まあ、要はそのままそこに収まるっていう形の決議がなされると、はい、でそれが71年なので、はい、1970年代初頭にその台湾に逃げ込んだ中華民国っていうのはものすごくその孤立するといいますか、あの対外危機に陥るんですよ、うんうん、でその後その対外危機に陥ったその国民党の独裁政権なんていうのはもうそんなものに政治を任せておけないということで、台湾の内部では大変なその国民党に対する反対運動が盛り上がり、うんうん、で結果的にはあの国民党も自分たちを守るために自分たちを改革して、で最終的にはいろいろ紆余曲折はあるんですけれども、あの国民党の内部から、国民党というのはもともと外省人を主体とする政権だったのに、国民党がその台湾内部の中で リクルートしたエリートである李登輝という人が国民党の中で出世して、でその李登輝が国民党のリーダーとなって、で、自分たちの独裁をなんていうか認めている体制を改革してしまって民主化するっていう、そういうことが90年代に起こるんですね。でまあ、さらにその後もいろいろあるんですが、一旦その大雑把に話すと、国民党はそれまであの自分たちが本当の中国だって言っていたのに、国際社会では孤立するし、内部ではもうその民主化でその反対勢力からも批判される立場になった。でさらには2000年についにその、国民党に反対する運動の市民運動の中から生まれた民主進歩党っていう政党が、あの政権交代を起こしますの で、はい、でそしたらもう国民党としては民進党からどうやって政権を取り戻すかっていうことが、ね、なんていうか重要な目標に変わってしまい、うん、でさらにそれを対岸の中国大陸の共産党政権は民進党なんていうのにその政権を任せておいてはいけないから、かつてライバルではあったけれども少なくとも中国を一つにしようとしていた、うん、その中国の代表をめぐって争っていた、うん、同じ土俵で戦っていた国民党の方がまだ、うん、その台湾をつなぎ止めるのに重要なパートナーだというふうに、うん、あの政策を変えまして、うん、でその結果2000年代からその国民党と共産党というのはその民進党に対抗する中でなんていうか仲間になっちゃった、なっちゃったって、これが不思議ですよね。ですからあの横溝さんの最初の質問に戻すと、なんで国民党がかつて共産党と戦ってたのに今その新共産党の政党なのかというと今言ったような事情になるんです、ね、だから中国を取り返したいから台湾の独立なんていうのは国民党は考える余地もない。だから中国共産党からすれば安心、まあ、特に民進党の比較では安心この上ないと言っていい。だから台湾独立とかっていうパトリオティズムを何としても粉砕するということから言えば、ね、同じナショナリズムの国民党の方がいいね、だって台湾独立って絶対言わねえからなっていうね、
もうちょっと面白いロジックだね、本当にね。いや、本当なんですよね。うん、これあの、まあ、今回当選した雷鎮東、うん、はい、いわゆる台独っていう中国が共産党側が言う台湾独立派の人ではだってね、まあ、あの当選してからそのことをあえて言わないようにしているんですが、うん、選挙戦終盤からも言わないようにしているんですけども、もともと副総統時代はそれぐらいのスタンスのことを割と平気で言ってた人でもあり、でそうすると国民党側が選挙戦で何を言うかというと、民進党政権になったら戦争になるぞっていう言い方をするんですよ、うん、で平和が欲しかったら国民党、戦争だったら民進党っていう、うん、ただ民進党の政策パッケージを見ると非常にリベラルな、ある種のその、まあ、国によっては非常にある種のその平和と安全的なものを訴えるような政党の政策パッケージなんだけども、台湾っていう事情だと戦争をするのはこっちで、国民党は割と結構マッチョな保守の、風土がある政党なんですけども、訴えてるのは宇宙にあれば戦争になりませんっていう、中国は揉めないよっていう言い方になるっていう、逆転するす、ね、逆転するっていうね、この辺がまた見てて複雑だなと思いますが、さ、実際ですね、その台湾にもう方々はどう思ってるのかというのがこの本の中で紹介されていたので、面白い、ちょっと見てみたいなと思います。これ、まあ、先に4からいきますか。資料4から、台湾住民の、まあ、これあれですね、統一に関してはどういうふうに考えているか、2023年去年の6月の、これは、まあ、いわゆる世論調査的なことで、先生よろしかったでしょうか。そうですね、国立政治大学っていうところの、はい、調査ですね、それ世論調査、はい、これまあ、できるだけ早く統一、現状を維持した後統一に向かう、で永遠に現状を維持する、まあ、この現状、現状っていうのは何を指すか、まあ、ちょっと難しいところではあると思うんですが、現状を維持した後統一か独立か決定する、できるだけ早く、まあ、中国から独立する、現状を維持した後独立に向かうで言うと、一番多いのが永遠に現状を維持するなんですね。そうですね、はい、で、はい、その後が、まあ、なんか戦争したくないからね、ないことですよね、うん、で現状を独立維持した後で統一か独立か決定するっていうのがその次に多いということなんですが、ちょっと数字を踏まえて先生ちょっと解説していただきたいなと思うんですが、そうですね、そのこの現状っていうのをどう解釈するのかっていうのは実はすごく難しくて、で先ほどその中国から独立っていうふうに横溝さんがおっしゃったんですけれども、この調査自体はつまりその中国と台湾っていうのがその一緒になるべきなのか分かれてるべきなのかっていう、はい、ということなんですけれども、現状中国共産党は台湾を統治していないんですよね、うん、つまりその 中華民国が統治したまんま、その分断が続いてそのまま民主化したっていうのが今の台湾の政治体制なので、うん、はいはい、でそういう意味では何て言いますか、今からあえて中国共産党に独立戦争を仕掛ける理由とかは台湾にはないんですよ。でなのでじゃあこの独立って何かっていうと、まあ、そのそもそも民進党っていうのは国民党に対する反対運動の中から生まれた政党で、その中華民国が台湾を統治しているのがおかしいっていうことをまあ主張していた政党 で彼らは台湾共和国っていう、その台湾の住民によるその民主的な共和国を作んなきゃいけないっていうことを、一応その党勢といいますか党の究極的な目標に掲げてる。なるほど。 ですからまあ中国からの独立というよりは中華民国からの独立っていうのはもともとはそういう意味で取るべきだった、うん、表現だと思うんですけれども、ですのでその現状維持するっておそらくこういう調査で答えてる人の中にはもうその独立状態っていうかその分離状態が維持できてるんだからこれを維持するべきだっていう、うん、ある意味ではその独立の主張に近いような意味での現状維持ってことを言ってる人もここには含まれてると思うんですね、うんうん、でそうすると、今の中華人民共和国からすると台湾は本当は自分たちの国の一部にしなきゃいけないのに、そのアメリカなんかが介入するせいで分断されてるっていうのが中国側の世界観といいますか認識ですので、うん、はい、そうするとこの現状維持すらなんていうか中国から見ると独立運動的で、うん、これすらなんていうか放置できないっていうふうに、うん、認識している可能性も高いっていう、うん、そういう数字になると思うんですよ、うん、でもこれすごく面白いのは中華人民共和国としての手は台湾を実質統治した時期はないわけですよね、うん、そうですね、だからそこもある種のこの空白が一個あって、はい、一度もうすでに中華民国が実質統治していた以上、うん、一度も中華人民共和国のものだったことはない、うん、ちょっと補うとね、うん、はい、施政権とか、うん、同じ意味で実効支配とも言うけれども、
我々が、まあ、我々というのは国民国家がプレイヤーであるような関係性を国際関係というふうに定義しているわけだよね。でこの国民国家をプレイヤーとする国際関係のゲームではのそれぞれの国民国家の、まあ、要するに領土、まあ、土地を誰が実効支配しているのかということをもってその政府を承認するというふうにしている。ほとんどの場合はね。でそういうことがあるのでそのことをちょっと文脈として理解していただくと、うん、まあ、台湾で中国が実効支配したことは、ごめんなさい、人民共和国が実効支配したことはない、うん、ね、この状態がまず今、うん、台湾の人たちにとって重要な現状なんだ、うん、ということなんですね。さあそして一応というかな、その住民のアイデンティティということで3も見ておきますか、うん、でその台湾の人たちは自分たちの、まあ、アイデンティティを台湾人と捉えているのか、うん、中国人と捉えているのか、うん、どちらでもあると捉えているのか、うん、先生こんな結果なんですね。そうですね、その、はい、台湾に住んでいる人たちはその日本の統治を受けている時には日本人でありなさいという、まあ、教育を受けて、でその後、中華民国が入ってくると中国人でありなさいと、あなたはそのあなた方は日本人によってその洗脳されてしまった人たち、かわいそうな人たちだから中国人になりなさいということを言われて、でところがそれに対する反対運動の中から今のような民主化が起こって、で新しいアイデンティティを今構築する最中にあるっていう、まあ、状況なんですけれども、その中でその自分たちはその中国人でもあるし台湾人でもあるっていうようなアイデンティティを持つ人もまあこの調査に現れてはいるんですけれども、うん、だけどももう その方が少数派になっていて、うん、でこの自分たちはその台湾人なんだっていうような答え方をする人っていうのがもう6割超えてるっていうことなんですよね、うん、だから先生のご本人もね20年ぐらい前とのデータの比較がありましたよ ね全然違う、違う、ね、昔は台湾人っていうのはむしろ少数で 19% とかでしたよね。でしたよね、うん、でやっぱり面白いのはね、これ台湾に行ってテレビを見るでしょ、うん、そうするとマンダリンで喋ってる番組もある、つまり北京のメインランドの言葉で喋ってる人もいるけど、うん、台湾つまり放浪語で喋ってる人もいるので、うん、その時にはどっちの場合も必ず漢字の字幕が出るんです、うんうん、もう80年代末に行った時にももう全ての番組に必ず感じで出てて、で僕は中国語わからないですけど、北京語マンダリン喋る人はトーンが高くて、放浪語喋る人はトーンが低いので、あ、どっちがメインランドの言葉なのかなっていうのはわかるんですけど、そうやって絶えず字幕が出て、どっちの言葉で喋るのかっていうことで、つまり簡単に言うと音だけで理解できないっていうことが起こってるというところで、あれがつまり中国人か台湾人か問題の非常に重要なフックになってるなと思いますよね、うんうん、まあ、この辺ね皆さんこうなかなかこう言葉だけ聞いてると理解しにくい部分があるかもしれませんが、まあ、ぜひともこの本を読んでいただくとさらにそこのところは補足されると思いますが、もう一個7番の資料だけ見て休憩を取りたいと思います。台湾の歴代総統を並べました。これちょっともじもじしい感じになっちゃっているので分かりにくいんですが、その前に総統っていう概念を宮永先生に説明していただいた方がいいと思う。そうですね。政治、うん、そうですね。僕ら総統ってね、ヒトラーかよみたいな。そうですね。誤解しやすいんで、台湾の人に聞くと大統領っていう人も多いですね。そうですね。大統領です。中華民国憲法の、うん、における大統領のことを、まあ、総統と呼ぶんですけれども、うん、でなんで大統領って訳さなくて総統って訳したのか、うん、私もちゃんと調べてないんですけれども、うん、だから日本語をしゃべる台湾人の人みんな大統領っていう、まあ、大統領のこと で特に、まあ、今もその憲法を改正しちゃったので、うん、その憲法が作られた時とは立場が違うんですけれども、台湾は反大統領制に一応分類される政治体制を今は取っていて、で総統、大統領にあたる総統っていうのが、まあ、国民といいますか、まあそのまあ、国民ですね、その、中華民国の、その、台湾地区といいますか、その自由地区の人たち、まあ、要はその台湾に住んでいる人たちの投票によって、選挙で選ばれるんですけれども、この総統が行政のトップなんですけれども、まあ、主にその軍事やその外交などの権限を握って、でそれ以外の行政上の権限っていうのは行政院っていう、まあ、日本でいうと内閣ですかね、はい、その行政院っていうのもあって、で、まあ、そこで
総統とその行政委員長でまあ分掌するといいますか、分けてその権力を持つっていうような行政委員長の任命権は総統がある、そう総統があるんで、フランスだったら首相っていうよね、うん、まあ、行政長官だな、うんうん、ところがまあ議会がその行政委員長は罷免できるので、うん、ですからまあその議会に配慮しない と,、うん、なんか政権運営ができないっていう、うん、まあ、一応そういう仕組みになっている、うんうん、はい、そういうことなんですね、うん、まあ、そしてまあ選挙が行われて今回第8代の総統が決まったということになるわけですが、うん、まあ、歴代、まあ、その元々はね、民進党が出てくるまでは当たり前ですけど国民党が、ね、ずっとまあ議席を、総統の座を取っていたわけですが、さっき言った通りこの中国国民党、まあ、つまり、中華民国をベースにした、中国化ということだと思います。それを進める党と民進党というのはそうじゃなくて台湾の独立性を重視したこっちで行くのかということを、まあ、ずっと、まあ、この総統がどっちが取るのかということを争ってきたわけですが、一応これどうですか、先生の方から軽く触れときたい人物、この辺はちょっと分水嶺になったよというところがあれば簡単にご説明をしておいていただきたいなと。そうですね、まあ、蒋介石の時代はその中国大陸の毛沢東、共産党の毛沢東とまあ争っている時代で、まあ、蒋介石の独裁が非常に強い体制でだったんですけれども、蒋介石は1975年に亡くなるんですが、それと前後して息子の蒋介石という人物がまあ権力を継承しまして、でこの蒋介石っていう人は自分たち の, その中国国民党っていうのがもうかなり高齢化、台湾に移ってきて高齢化してきていて、でしかも中国大陸を失ってるのに、中華民国憲法にのっとった政治を行っていて、それを自分たちの正しさの根拠にしているもんですから、うん、議会の改選ができないんですよね、うん、改選した瞬間、うん、要はその中国大陸を統治できていないという現実を、うん、白日のもとにさらすことで、うん、まあ、すでにさらされてるんですけれども、うん、建前上も維持できなくなるので、うん、選挙の改選ができないっていうことだったんですが、それを、まあ、蒋介石の時代になんとかその台湾で の, その議席を増やしたり、その定員を増やして選挙をやったりだとか、あるいはその選挙だけではなくて国民党の内部に台湾出身者の、まあ、いわゆる本省人のエリートを取り込んだりといった形で改革を進めて、なんとかその国民党政権というのを維持しようとして、はい、でまあ、志半ばで、まあ、亡くなってる、88年亡くなるんですが、この時にこの蒋介石が亡くなった時に、非常に有能だった本省人の李登輝という人を副総統にしていたものですから、憲法の規定にのっとって李登輝という人がその総統を継承することになり、でさらにその総統継承した李登輝はその後国民党の中で権力基盤を固めて、この人はなかなかその非常にその手腕の高い人で、うん、権力闘争を勝ち抜いて、で自分に権力が固まったと見たら中華民国憲法を改正して、で、うん、台湾を民主化するっていう、まあ、大改革をまあ行う、自爆テロなんていう表現をする人もいるぐらいで、うん、要はその独裁的な地位にありながら民主化するっていうことを成し遂げた指導者、うん、まあ、だからこの李登輝的な判断ができるかどうかっていう、うん、自分が選ばれた地位を自分で変えることができるモラルが政治家に基本的にやっぱ要求できないっていう問題があるのを、うん、李登輝はそこを突破する能力があったわけですよね、うん、でかつやっぱり高齢化でもう国民党は持たないっていう状況はもう客観的事実としてあったので、うんうん、それへの対応っていう側面もやっぱりあったと思うんですよね、うん、まあ、せざるを得なかったという、李登輝がすごい政治家だのは間違いないんですけれども、うん、やはりそういう意外とその自然の摂理っていうんですかね、うん、その人間はいつかその亡くなってしまうという、うん、そういうところがその台湾の政治にもすごく大きく影響しているっていう、うん、なんか万年国会とかっていう、もうなんかずっとおじいさんになっててもずっと議席にいるからっていう批判をされてるっていう日本にも出てきますよね。日本人である僕らにとってもね、縁遠い話じゃないんですよ。でこれはね、8月15日革命説を受け入れるか受け入れないかっていう問題だけど、まあ大多数の人たちは大日本帝国憲法の改正条項に基づいて日本国憲法ができた、うんうん、で大日本帝国憲法の主権者はなんと天皇ですから、天皇が要するに天皇を主権者とする憲法の改正条項に基づいて、天皇ではなく国民が主権者であるようなそういう新しい憲法を発行させた。ほら、ちょっと似てる話ですよね。まあ文明が全然違うんだけど、そういうことがまあまああるという。はい、もう一回じゃあ今の図出していただいて、コメントにもちょうどね、陳水扁の話を聞かせてくださいというのがありましたが、その次に初めて、民進党の総統、
そうなんですよ、はい、ここもですから結構謎が多い話で、李登輝は1996年に、あ、ごめんなさい、李登輝はその自分の任期中に、まあ、改革を成し遂げて1996年から、その総統を直接選挙で、台湾の住民の直接選挙で選ぶ政治体制に移行するんですが、で国民党の候補者として李登輝は自分が選挙に出て、でその民主化後最初の総統に李登輝はなるんですね。でここから先は総統の任期が、4年で、で1人は2期までしか務められないという制度、はい、移行するんですけれども、李登輝は1期目で辞めちゃうんですよね、うん、で、後任に連戦という国民党の政治家を、まあ、指名して、まあ、継がせようとするんですけれども、うん、この連戦が負けてしまってですね、うん、まあ、ちょっと細かい話は省きますけど、うん、それで国民党への反対運動の中から生まれた政党である民主進歩党から、立候補したり陳水扁という人物が、うん、まあ、その当選することになりまして、これで政権交代が起こるんですね、うん、でただまあ政権は変わるんですが、この時には国民党はその議会は多半数をキープしていたので、うんうん、この民進党はそれほど思い通りの改革というのはできない、うん、まんまこの8年間が過ぎ、ねじれた状態だったんですね。でこの間にその先ほど申し上げた通り、陳水扁の2期目に、国民党とその中国大陸の共産党が、まあ、急接近して和解を遂げ、 で一方で民進党は独立色を強めるといいますか、その台湾の自立性みたいなものを強くその国際社会にアピールするような、まあ、戦術を取ったために、その国民党と共産党、かつて敵だった国民党と共産党の連合と民進党が対立するような、まあ、そういう状況というのがこの2000年代の陳水扁政権の時期に生まれまして、はい、でところがこの陳水扁政権というのは政権末期にその陳水扁自身の身内の汚職なんかで、ものすごく市民から反発を受けて、で結果的にその2008年の総統選挙の時には、かつて独裁政党だった国民党から出てきた、馬英九という、政治家が民主的な選挙でそのきちんと支持されて政権を取り戻すということが起こるんですね。でこの馬英九って人は当時その中国の経済の、ま、調子が良かったということもあると思うんですけれども、中国大陸との経済関係をその、強化するんだということを訴えて、でこれが当時は台湾で非常に支持されて、うん、で大変な、まあ、初期は人気があって政策も支持されていたんですが、ところがもうこの馬英九というのが中国に接近しすぎて、うん、中国の影響力が台湾で広がりすぎているということで、うん、台湾の内部で非常に反発が強まり、うん、で先ほど宮台先生もおっしゃったひまわり学生運動のなんかも起こりまして、その中国と馬英九政権が中国とあまりにも接近していることを嫌った、近すぎじゃねえって言った、台湾の若者たちが、はい、まあ、その反対運動を起こして議会を占拠して、うん、国民党への反対を訴えて、でそれを市民が支持するというようなことが起こりまして、でこの馬英九は2016年の選挙では、馬英九といいますか国民党は2016年の選挙では公認の候補者を勝たせることができなくて、で蔡英文政権、今、はい、この8年間政権を持っていた蔡英文政権が成立すると、はい、でしかも2016年の選挙の時には民進党は議会でも過半数を取ったので、うん、初めて民進党がその自分たちのやりたい改革も行える、うん、まあ、その完全失政なんて言い方をするんですけれども、うん、その政権を握って、で8年間これまでやってきた、うんうん、でこの陳水扁馬英九蔡英文までは8年ごとに政権が交代してきたんですが、うん、で陳水扁も馬英九も政権末期にその市民から反発を受けているという状態で次の選挙を迎えてたんですけれども、うん、今回初めて蔡英文はそれほど反発を受けていない状態で、うん、まあ、どちらかというと支持されている状態で選挙を迎え、でこのついこの間の選挙で、うん、公認候補である、ライチンダーが、うん、当選するっていうことになったので、うん、台湾の歴史上初めての現象が起こってるんです、うん、ちょっとだけ補足すると、はいはい、香港もそうだったけど、経済と政治って節前と分けるのが難しくて、例えば出版マスコミが、メインランドの資本になるとすると、メインランドの資本は共産党政府、人民共和国政府を気にするので、当然ながらですね、僕らがよく言う表現の自由とはいえ、実際に方向づけが行われてしまうんじゃないかということ、香港でもそれが随分話題になって、で結局潰されていくということがあったんだけど、同じように何に投資をするのかっていうのは、日本でも戦後ね、傾斜生産方式あるいは間接金融方式っていうやり方で国策としてなされているわけだけど、
あのやっぱり中国メインランド資本が増えれば、ね、その国策としての投資っていうのは事実上不可能になります、うんうん、つまり経済は投資を通じて政治になるということを若い人はちょっと分かっておくといいかなと思いますね。ちょうどね、うん、今回の選挙の最終盤に、うん、この馬英九が、あるインタビューでその習近平をもっと信用すべきだっていう発言をしたんですよね、うんうん、でこれがもう大問題になり、うんうん、そうだ、国民党側は 最後の選挙戦で馬英九をゲストで呼ぶ予定だったのをやめたんですよ、うん、なるほど。でも火消しで要はその習近平を信用すべきだなんてことは国民党としてはそんなことは言ってません、馬英九が個人的に言ったことですみたいなスタンスを法遊戯って今の候補が言ったりして、うん、で民進党側の大会に行ったら習近平は信用できるかっていうコーラルレスポンスがもう始まっちゃって、うん、なるほどね、でみんなノーノーって言うっていう、これが結構決定的に最終盤で、そうですか、と思って、で、まあ、馬英九が言ってることっていうのは本人がやってきたことのある種肯定するような発言だとは思ったんですけども、かなりハレーションが大きい、うん、特に台湾にいた時にみんなその話してたんで最後の日、うん、ただこの本で紹介されてた馬英九初期 の本能における民主化の流行派による評価、これがすごく僕面白くて、うん、要は台湾が民主的な国でありつつ一つの中国であるっていう論理に基づいてメインランドの民主化に、実は台湾が民主化することによってメインランドの民主化につながるんじゃないかっていう期待を流用していって、うん、それをできるのは実は馬英九的な人なんじゃないかっていう、これは結構面白い評価だなと思って、実現は全くしなかったわけですけども、うん、なるほど、そういった意味での実は いわゆる同じ皿に乗ってるからゆえに本土の方にも影響するんじゃないかっていう考え方っていうのは、ああなるほど、そういうのもあったんだなっていうのは本読んでなるほどと思いましたね、うん、どうぞ。そうですね、その国民党自体が本当は要は台湾側のスタンダードで中国大陸も統一されるべきであるっていうのが もともとの国民党の主張なわけ で、うんうん、そうですね、でところが今もうそれを言う力がないといいますか、言ったところで現実味がないので言わなくなってはいるわけですけれども、うんうん、それを言ってくれることに期待する声っていうのは実はなんていうか中華圏といいますか、うん、その中国語圏の中ではゼロではない、うん、大して大きくはないかもしれないんですけれども、うんうん、本来はそういう、国民党もその中華民国憲法というのを作って台湾に逃げ込んだわけですけれども、うんうん、中華民国憲法自体は民主的な憲法ですし、うん、まあ、それをなんていうか棚上げして独裁を行ったのも国民党なわけですけれども、うん、ですからまあそういう中でその馬英九的なものがまあ期待された瞬間というのもまああったわけですけれども、うん、でただまあ今の国民党はあんまり自分たちこそがその中国ってもののリーダーとしてその大陸も併合して導くんだってことを言わなくなってますから、うん、やっぱ そういう意味でのかつてあったかもしれない説得力すら失ってるっていうのは、うんうん、ただの民進党の逆張り的な存在になっちゃってるっていう感じですかね、本来のポリシーを失ってしまい、そうですね、ただその馬英九 その今回の発言に関しては、うん、ドイツの、メディアの取材で、うん、YouTube なんかにも動画がアップされてたと思うんですけれども、それなんか見ると、うん、そのドイツ側の記者に習近平は独裁者ですかっていうふうに質問をされて、でそれに対してそれは定義にもよるけれども、うん、少なくともその両岸関係、台湾海峡の両岸の関係のためには習近平を、うん、信頼しなきゃいけないっていう、そういう文脈で、うん、なるほど、なんて言ったか忘れましたけど、うん、アトリスト、うん、We have to trust him だから、なんかそういうような言い方をしてるんですよね、うん、なんか そういう文脈でしたので、うん、だからちょっとだから一応留保のついたような言い方に私には見えたんですけれども、うん、ただもうそこがまあ切り取られて、しかも選挙の終盤でもはやもうなんていうかそんな細かいところまで有権者が説明しているような状況じゃない中で、国民党側がもうむしろ火消しっていう幕引きを図って、過剰になんていうかそれを隠した、うん、後半に行く前にちょっと質問を投げておきたいんですけど、はい、ぜひお願いします。今井原先生おっしゃったようにね、はい、国民党もかつて そのナショナリズム一辺倒っていうのは主張しようにももう正当性がないという状況になって、所詮はやっぱり現状維持を言うっていうことになっており、であるいはね、いわゆる台湾独立的なことを言う人たちだって、戦争したくないんだったらまあ独立というか、むしろ自治をやらせてもらえれば、それでつまり台湾のやり方で台湾を回させてくださいっていうことで承認してもらえればいいということで、何て言ったらいいのか、その現状維持っていうキーワードをその差し挟んでみると、
なんか大差なくならない、うん、大差ないっていう状態にならざるを得ないような気もするんですけど、うん、そうじゃないのかなと。そうするとそこが例えば習近平にとっても、まあ、当面は落としどころで、うん、その落としどころにたどり着くためには習近平氏をトラストするしかないかな、うん、みたいな、うん、そのマクとしたイメージを前から持ってるんですが、それが合ってんのか間違ってんのか、わかりました。それはじゃあお話を、うん、休憩を挟んで有料パートで聞きたい。今のだから多分宮台さんの問題設定に、うん、その民衆党的な存在っていう新しい第三極っていうのは、うん、じゃあ何を体現してるのかっていうのがなんか絡んでくるのかなと思いましたね。そしてまあもちろん、まあ、これは今の話で言うとなんとなく想像ができなくはないんですが、台湾有事っていうのが果たして、まあ、あるのかというところも含めて後半お話を聞いていきます。一応選挙の結果6番だけ最後ちょっと確認しておきましょう。今まで出た通りです、まあ、いわゆる中国ではなく中国寄りではない、うん、台湾独立を言っている民進党の頼清徳が今回は勝ちました。でもで中国共産党と今や歩調を合わせている国民党の、まあ、こういう意味は負けまして、もう一つこの民衆党の柯文哲という第三極が出てるわけですが、そこも含めて、お話をこの選挙の結果、台湾有事はあり得るのか、それから今後台湾社会っていうのはどういうふうになっていくのか、そしてさらに日本との関係、日本というのはどういうポジションを取るべきなのかという話も CM を挟んで、CM じゃない休憩を挟んで聞いています。まあ、立法院が今回はね、はい、民進党が過半数取れず、でも国民党も過半数取れず、うんうん、そして民衆党が8人議席を取ったため、うん、実はキャスティングボードを握ってるっていう、うん、ちょっと特殊な状況が生まれてしまったっていうのも、うん、注目でございます、うん、さあ告知だけいきましょう。まずは、先生の近所です。江永先生の近所、今日のテキストになっております。台湾のアイデンティティです。今日の、この無料パートの部分を、この本と一緒に合わせて、勉強していただきましたら、台湾のこの複雑なアイデンティティというものを分かっていただけるのではないかなと思いますが、田さん一言本の感想もう一言いただいてよろしいでしょうか。いや、まあ、これ一冊読んでおくと、まあ、いろんな台湾をめぐる報道だったりっていうのの解像度はもう格段に上がると思います、うん、ありますね、はい、まあ、まずで僕がさっきも言ったように、そのやっぱり日本史とか日本人として知っておかなきゃいけないことがかなりあるっていうところが、うん、やっぱりでジョーさんが言ったみたいに実はそんなに教えてない教わってないんじゃないかっていうところも含めて、すごく大事な歴史的な出来事と関わり、あとは台湾が親日国であるみたいなことを言った時の前提っていうものが、まあ、植民地時代っていうものも含めてどうそれを取るべきかっていうところも結構大事な。そう、だから家内先生のこの本にね、メインランド中国政府が嫌いだから、うん、逆張り的に日本が好きとか、うん、またその逆みたいな、うん、そんな単純な話はありえませんって割と最初の方に書いてあって、うん、これが非常に印象的なんですよ ね、 そ, ですね。でそれを本当にそうなんだなと思うところに至れば、うん、この本をまあ読み切った感じになると思うんですね、うん、はい、うん、著者から一言で、うん、そうですね、ややこしい本だっていうコメントを結構いただいてるんですけれども、うん、多分台湾に関してすっと分かりやすい話をする人の方が多分うさんくさくて相当やっぱり複雑なんですよ。でそれをその複雑さを一応丁寧にどう複雑かを書いたつもりなので、うん、はい、ぜひ読んでいただけると、はい、特に今日の話がややこしいと思ってくださった方こそ読んでいただけると、うん、それも嬉しいなと思います、はい、だと思います。さあ次9番、ダッサンの新刊です。イルコミュニケーション絶賛発売中です、はい、一言お願いします。ダッサン、はい、2月ぐらいからちょっとイベントごととかもですか、うん、出版記念のイベントとかも用意しているので、はい、ぜひ読んだりイベント来てから読むなりしていただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。あとはあれですよね、それこそ台湾に行ってきたレポートが、1月の28日に、はい、阿佐ヶ谷ロフトで、プチカシマさんと、僕で台湾なんですというイベントを、やります。ゲストが畠山道義さんで、畠山さんも台湾に来ていただいて、もう選挙、日本選挙ウォッチャーといえばというそうですね。もうでもね、それこそ、チケット買えないか、もう配信はいくらでも無限に売ってるので、はい、ぜひ会場があと8人とかだったかな。あ、うん、そうですか。で、実はね、だからこれも日本のメディアすごい来てましたね。あ、テレビ朝日もいるし、産経新聞も読売も朝日も、うん、こぞってきて、メディア席にドーンって言いまして、僕と鹿島さんは普通に支持者に混じって旗振ってたんでメディア席で偉そうにはしてなかったです。いつものパターンですけど僕テレビ見ないんだけど、うん、
稲川先生のこの本にあるような背景、バックグラウンド、パラメーターとかっていうの説明はあるの？テレビ番組で。テレビ番組でどのどこの？日本の？日本の。日本のテレビ番組は、まあ、知能がないので、キャスターにも知能がないし、いや、コメンテーターにも知能がないし、やっぱりね、うん、選挙が盛り上がっててすごいですねぐらいの感じだと思います。で、僕がやっぱりすごくこれ、家永さんにそれこそ後半聞きたいのが、やっぱり日本のある種右派が非常に民進党支持なんですよね。っていうのはそれは対中国の、距離一点なんですけど、民進党の政策パッケージを見ていくと、とても日本の保守が支持しそうじゃない内容ばかりなんですよ。でこのねじれもすごく見ていて気になって、はい、台湾の人たちはみんな応援してくれて、日本から応援に来てくれてありがとうございますっていう、分かんないですから、ね、言ってくれてるんですけども、立法院が世界に先駆けて同性婚を許容した、うん、そうですね、素晴らしい。で死刑問題も論争になってて、国民党の選挙集会行ったら、うん、死刑を維持すべきだっていうのが国民党、うん、死刑廃止すべきだっていうのが民進党なんですよね。この辺もすごく、そこぜひ後半にじゃあまたもう一度問いを立てていただけますか。うん、10見ましょう。次回の予告です。来週になりますか、8月の25日です。まもなくウクライナ戦争から3年目を迎えようとしています、うん、2年が経とうとしているわけですが、ウクライナ戦争をついに小泉悠さん、の方に来ていただきましてお話を伺います。はい、ぜひともこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。小泉さんね、僕ね、僕の YouTube でも3回ぐらいやってるんですけど、会ったことないんですよ。ああ、そうか、ずっとリモートリモートでしか会ったことないんです今度ようやく会える。相当忙しいみたいな。うん、まあでも楽しみですよ。まあいい男ですよ。はい、もうすごい、この間僕のリモート出てくれた時はカニ高専の T シャツ着てましたから面白いすごくね、ユーモラスな人ですよね。さあ、そしてウクライナ戦争絡みと言ったらいいんでしょうか。私がですね、もうこれ3回目になりますけども、ウクライナの人道支援ライブをやっておりまして、うん、プレイフォーピースボリューム3が決まりました。2月の21日です。現在出演発表になっているのが清原さん、デュランさん、佐藤泰治さんになります。これはですね、ウクライナにいる大工さんにですね、集まったお金、まあ、これ必要経費を除いて全部売り上げは寄付するんですが、木村さんが前呼びかけてですね、はい、木村ゆかりさん、番組にも来てくださった、はい、木村ゆかりさんが今ちょうどウクライナに行ってるんですが、うん、ウクライナの大工さんに全部あげてですね、うん、爆撃で壊れた住宅の補修に使っていただくという、うん、市民による市民のサポートになります。チケットがいつ発売でしたっけ。21日の発売だそうです。ぜひとも時間ある方は会場の方に足を運んでください。来れない方は配信のご用意もございます。これも後半の話だけど、はい、なぜ台湾の人々が人権に非常に敏感なのか、この本の、第3章にその理由が書いてある、うん、だから日本のトンマな右派が考えているものとは違うんだよ。そうなんですよね、うん、結構読み応えがありますよね。いや、そうなんですよね、うん、これじゃあ後半はそれぞれお二人からですね、うん、先生の方に問いを立てていただければと思います。ちょっとだいぶ予定は食い込んでますが、うん、ここで5分休憩をいただきます、うん、はい、じゃあ後半会員登録でお待ちしております。よろしくお願いします。